こんにちは、粟田洋介です。今日はキャンバスの貼り替え方を紹介いたします。キャンバスの剥がし方の動画、それからキャンバスの貼り方の動画を何年か前に上げてるんですが、今回はキャンバスの剥がし方と貼り方のセットでお見せしていこうと思います。結構このキャンバスって何枚も何枚も書いていくといっぱいになって場所を取りますよね。なのでちょっとこれを剥がして、この木の枠を再利用していくと、このキャンバスの厚みだけになるので、結構何枚も重ねてもこの木の厚みの何十分の1の収納スペースになるので、そしてこういうキャンバスだけ買って、でこの木の枠に貼っていけばいいので、コスパの方もとてもいいと思います。今日使うものなんですが、釘を抜くためにこのマイナスドライバー、それからキャンバスを切るハサミですね、それからキャンバスを留めるステープラーガンです。その他キャンバスなんですが、大きなロールキャンバスっていうのがあって、大きさとか厚さとかいろいろあるんですが、大きなサイズにキャンバスを貼るときは厚手のものを、そして小さなキャンバスでしたら薄いもので十分だと思います。このロールキャンバスは大きいので、たくさん絵を描く人には長い目で見るとコスパがいいかもしれませんが、こういうカットキャンバスといって規定のキャンバスサイズにちょうどいい大きさのキャンバスもあります。ではまずはこのキャンバスを剥がしていきます。用意するのはマイナスドライバー1本です。ではこのドライバーでここに打ってある釘を抜いていきます。まあどこから剥がしていってもいいんですけど、ここですね、ちょっと色塗ってあるんで見づらいかもしれませんが、ここの釘の部分ですね、釘とここのちょうど間のところをグッと押し込みます。こんな感じで抜きます。こんな感じですね。抜けました。グッと押して、キュッて感じですね。もう一回いきます。グーッと押して、刺さります。そこを、くるっと外します。簡単ですね。この部分。これやりづらかったら、こっちが広い面のが安定すると思うので、まあどっちでも好きな場所から、グーッと押して、入れなかったらグリグリやって、んで、こんな感じで、ピュッて抜きます。こっちも、こんな感じです。こっち側も同じですね。ギュッてやって、ピュッてやって、ギュッてやって、ギュッとして、くるっと。で、3本。これ回しながら抜いていきます。どんな風に抜いたっていいんですけど、回すと楽に抜けました。硬い場合は、こうやってぐり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 引っ張っていくと入っていくので、で、こんな感じで抜きます。この角の部分ですね。角の部分を真上からぐりぐりやって、で、こんな感じで抜きます。ぐるっとやって、はい。こんな感じ。で、この刺す方向に手を置かないように、もし手が滑ってグッていっちゃう場合があるので、このグッていく方向には手を置かないようにすると怪我が防げます。からこれも真上に横に行っちゃうと、さっき私手が滑ったんですけど、ビッてこっちに行っちゃうんで危ないので、真下に、真下ってかちょっと斜めで、こんな感じですね。最初ちょっとやりづらいかもしれないんですけど、ちょっと慣れれば簡単です。こっちにあると距離が近いんで、怪我するの私怖いんで、なので反対側にこういう風にして、で外しています。でこれで全部釘が抜けたので、こんな感じでキャンバスが剥がれます。キャンバスが剥がれたので、今度は新しいキャンバスを貼っていきます。
以前作ったキャンバスの貼り方では紹介していないんですが、こんな風に折れちゃって跡がついた時ですね、この線の伸ばし方っていうのも今回はお話ししていこうと思います。このキャンバスちょっとだらしなく置いといたので、こんな風に折れてるし、裏には猫の毛がいっぱいついています。猫の毛だけじゃなくてホコリもついてると思うので、これでちょっと綺麗にしていきます。それで大きさなんですが、こう折った時にこんな感じになればいいんですよね。なのでこのぐらいの長さがこっちにもこっちにもあればいいわけですね。こんな感じ、こっちこっちとこっち大体同じぐらいの長さ、そこを切っていきます。ハサミで大雑把に切っていきます。するとぴったしいい大きさになりました。でこの線なんですが、もう簡単にここに水を染み込ませていきます。こんな感じですね。こういうシワっていうのはこういう風に貼っていけば伸びるはずなんですけど、このジェッソのついたキャンバス、それはこんなここまで線がついちゃうと引っ張っただけじゃ線はなかなか消えません。なので水をかけました。で表から見るとここの辺にも跡がついてるので、今日は全面に水をかけていきます。めったにこんなことしないんですけどね、びちょびちょ。さてこっち側が表に来るので、こういう風にこの表の面を下にします。そうすると表が表になるわけです。で線が入ってるのこっちだから、まずこっちにちょっと引っ張っていきたいと思います。で大体こういう風に真ん中のところでこういう風に引っ張ると伸びていくのがわかるんですが、まずはここをステイプラーガンで留めていきます。大体真ん中のところですね。でここの反対側ですね、しっかり持ってここを押さえて引っ張ります。結構強く引っ張ります。これ引っ張るなんか道具みたいなのも売っています。今こうやって引っ張って、で引っ張りながらこうやって持ち上げて引っ張っていくと、ここがピーンとなっているのがわかります。でこの部分をステイプラーガンで止めます。ここが伸びました。まだ線があるんですが、止めていくうちにちょっと伸びてくると思います。でこっち側も同じようにちょっと引っ張ります。ポン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 ってやるとね、引っ張ります。でこんな感じにしてここも止めます。こっち側も同じですね、引っ張って止めます。こことここを止めたので、こっち側もこっち側もこっち側も止めていくんですが、今度はこのここですね、ここの部分を止めていきます。こっち側両方に引っ張っていきます。でここが止まってるので、こっち側に引っ張れば全部がこういう風に引っ張れるというわけです。ここを引っ張って、で押さえます。こんな感じですね、こういう風に引っ張って、でここをこういう風にしてこんな感じで折ります。それでパチンってはめます。線がかなり濃いので、後でまた貼り直ししなきゃないかもしれないんですけど、ちょっとここが線がね結構濃く残っています。今度はここを引っ張らなきゃないので、対角線上に引っ張ります。でここもこういう風に引っ張って、ここを折ります。でこの2つも同じように置いてからもちょっと
こっち、こっちに引っ張って止めます。こっちも同様です。それでこの小さいキャンバスの場合はこんな感じで結構簡単に止められるんですが、これが結構大きいキャンバスになってくると、この四隅を止めた時点でこの真ん中の部分がちょっとここのたるみとここのたるみの違いが出てきて、どっちかにシワが出てきたり、どっちかが緩んでみたいなことが起こってきます。そんな場合はここを一回、このホチキスを一回外しちゃいます。そうするとまたここが緩んでニュートラルになるので、でここを引っ張ってパチンって止めることもできます。まあ一発で決まってしまえば一番いいんですが、まあ何回やり直しても最終的に全部がピンとなればいいので、私はやり直してやったりしています。そんでここがちょっと折れてたのでまだ緩いんですよね。なのでちょっとこれ一回外そうと思います。ちょっとここを外して引っ張ります。で結構強く引っ張ってもう一回止めます。で反対側もかなり強く引っ張って、こういう風に引っ張ってこういう風に体重かけて止めます。するとさっきよりもピンとなりました。でこっちも引っ張って反対側も、ピンとなっています。こっちも思いっきり引っ張って、かなりピンとなったと思います。ここもちょっと跡が残ってるんですが、水が乾いてくるとちょっと変わってくると思います。なのでドライヤーをかけていきます。結構伸びたんですが、もっときつくしてもいいなと思うのでちょっともう一回剥がして、この長い面だけちょっと剥がして、ちょっと思い切り引っ張って、ここも剥がして、そんでここを思いっきり引っ張ってみます。ちょっとね、さっきよりもこんなにずれています。でここも引っ張って、こっち側も同様に線が見えているので引っ張って、引っ張っていくと結構伸びてます。ジェスも折れてるんで消えないかもしれないんですけど、ピンとなってさえすれば絵を描いてしまえばここは見えなくなります。さっきの折り目よりも 2,3 ミリ引っ張られています。水をつけることによってこのキャンバスの伸びも良くなって、ここも平らになりやすくなるってことですね。こっち側からも大きい引っ張って止めます。あとはここを強く引っ張って2箇所、こんな感じになりました。ちょっと時間が経つにつれてどん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 キャンバスがピンとなってきて、跡みたいのがあるんですけど、これはなんかジェスが折れてでできた跡で、キャンバス自体はピンとなってます。叩くといい音がします。ピンと張ってある証拠ですね。でこのキャンバスの貼り方なんですが、何通りものやり方があると思います。市販のキャンバスでもその商品によって貼り方っていうのが変わってきますし、まあさっきみたいに釘で留めてもいいし、私はこのステープラーガンの方が使いやすいし手軽なのでステープラーを使っています。絵を描いてキャンバスをそのまま飾った時に、ここ釘とかが打ってない方が見栄えがいいんじゃないかと思います。まあでも釘が打ってあっても色塗っちゃうと少し目立たなくなりますが、裏にこうやって留めるとここが何もなく平らになります。あとはこの四隅の折り方なんですが、これは私が考えた方法で、まあ考えたって言っても他にやっている方はいっぱいいるかもしれませんが、こういう市販のキャンバスを買った時にいろんな折り方で折ってあります。私はこうやって折り目を内側に入れるんですが、この市販のキャンバスはここのところがこうやって外側で折ってあります。
まあ色を塗ってこういう風にしちゃうとね、あんまりわからないんですけど、なんとなく私はこっちのは綺麗だと思うので、こういうやり方をしています。市販のキャンバスの商品によってはここのところ切ってあってで止めてあるのとか、その切り方もその商品によって違かったりとか、まあいろんなやり方があるんだと思います。何が言いたいかっていうと、これが正式な方法みたいのってあるのかどうか知らないけど、やりやすくて自分が一番見た目が綺麗だと思うやり方でやればいいと思います。私はキャンバスの貼り方っていうのは学校で教わったんですが、木を45度に切って学校のショップでネイルガンを借りてパチンパチンってやってで止めてったって感じなんですが、そのやり方も後で自己流で変えていったりとか、ホチキスの止め方とかこの折り方とかも特に教わったことがなくて自分流でやっています。学校でもそんなにきちんとは教えてくれないんですよね。で、何が言いたいかっていうと、さっきも言ったんですけど、今日私が紹介した方法、それもちょっとやりづらいという方もいらっしゃるかもしれないし、こんな折り目はかっこ悪いと思う方もいらっしゃるかもしれませんし、これはやり方の目安っていうことで、自分のやりやすい方法、自分が一番綺麗だと思う方法でキャンバスを貼っていったらいいんじゃないかと思います。ということで、今日はキャンバスをマイナスドライバーで剥がしてキャンバスを貼ったんですが、そのちょっと折れたキャンバスをまっすぐにする方法っていうのを紹介させていただきました。この動画が良かったと思った方はいいねやチャンネル登録、また動画の感想などをコメントで教えていただけると今後の動画作りの励みになって嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さようなら。キャンバスを貼るのと障子を貼るのどっちが難しいんでしょうかね。うちの猫が障子をボロボロにしてしまいました。でも楽しそうだったのでそのままやらせておいたんですが、かなりボロボロになったので貼り替えることにしました。猫に邪魔されながら障子を貼る方がキャンバスを貼るよりも難しかったですかね。